大月町の西南端に浮かぶ小さな島、柏島。透明度の高い透き通った海は日本でもトップクラスの美しさを誇り、スキューバダイビングや磯釣りの名所として多くの観光客が訪れます。私高知の出身なんですけども、高知の中で柏島の海に、大学1年生の時に見せられまして、それから惚れ込んで、この海全体をですね、島が丸ごと博物館というイメージで、海の牧野をここに作りたいと思って、移住してきました。圧倒的なその海の美しさと、でそれだけではなくて、非常にその温帯域にありながら熱帯や熱帯域をしのぐほどの生物多様性があるっていう、世界でも稀な環境にある島であるということが一つ。もう一つはこの島で暮らしている人と海との関係、人の人情、そういったものがやっぱり島の大きな魅力かなと思ってます。地元の子どもたちを対象にしたものは毎年1回こういった宿泊体験がありますけれども、その他全国各地、県内外からの、子どもたちを中心としたサマースクールとか定期的に開催してます。取れた。海がちょっと苦手かなと思った人がここの海に触れることによって本当に海が好きだというふうに思えるような、そのきっかけとして、このスクールなんかはやってます。自分が惚れ込んだっていうこともありますけども、やっぱり自分の子供や孫、その他ずっと代々ですね、守り続けてもらいたい、その宝の海だというふうに思ってます。この海は私たちの宝物です。皆さん大切に使ってください。